クリエルペトンは、石炭紀前期の北米に生息していた、絶滅量生類。極初期の分子イメの一種で二次的に水生に戻った、コロステウス科の一員である。学名は、最初の発掘地であるウェストバージニア州の地名グリアに、ちなみ、クリエレの葉うもののイ。この地の採石場で、保存状態の良い骨格が多数発見された。頭骨も体も扁平で、胴体も重。 非常に長い。脊椎は40以上の椎骨からなり、これは一般的な分子異類の2倍である。獅子も貧弱で完全な水生種だったと考えられる。全長約1.5メートルで頭骨の長さは18センチメートルほど。後の分子目名が獲得したような鼓膜が収まっている耳切れ根はまだない。上覚器官が発達した種では、 鼓膜の振動を伝達するのに使われるアブミコツはあるが太く頑丈で支柱としての意味しか持たない。その代わりに魚類や他の水生両生類のように側線器官があり水の振動を感じ取ることができた。腹部は頑丈な鱗で覆われ背部にも鱗があったらしい。イクチオステガなどの原始的な種と共通する特徴である。原生のオオサンショウオのような待ち伏せ型の 捕食者だったらしい。そらしいコウのネクトリド目や細竜目といくらかの共通性があり、これらとの系統関係が考えられている。ありがとうございます。